アレスアイエック x はアメリカ合衆国のアメリカ航空宇宙局によって開発された有人宇宙飛行船のローオンチビークルアレスアイの最初の試作品である。アレスアイエック x の打ち上げは2009年10月28日に行われ成功した。計画の費用は4億4500万ドルに上った。アレス IX の試験飛行に用いられた機体は形、質量、 大きさは、アレス・アイの実物と同じであったが、内部ハードウェアに一つの動力装置しかない点が大きく異なった。アレス・アイは、オリオンを打ち上げるために設計された。アレス V の打ち上げシステム、月面着陸機アルタイルと共に、アレス・アイとオリオンは、NASA が、スペースシャトル退役後の有人宇宙飛行のために、開発を進める、コンステレーション計画の一部となった。打ち上げから2分後、 アレス IX の個体ロケットブースターの第一ステージは模擬上段ステージから切り離されどちらも大西洋の別々の場所に落下する。アレス IX はアレス I の打ち上げ機の最初の試験飛行である。この試験飛行の目的は以下の通りである。また以下のような二次的な目的もあった。アレス IX の飛行プロファイルはアレス I が 高度約39,600メートルをマッハ4.5、最大度圧38キロパスカルで飛行する際の飛行条件に似せられた。アレス IX は4つのボルトでモバイルランチャープラットフォームに固定されている。アレス IX は4つの部分からなる固体燃料補助ロケット、5つの部分からなる模擬質量、実際の上段ステージと形を似せ、質量を大きくした。 模擬上段ステージと模擬オリオンモジュール、模擬脱出システム等から構成される。最初の試験に間に合うように実際の上段ステージが製造できなかったため、上段ステージの模擬質量によって実際とほぼ同じ軌道を飛行できるようにした。その他の模擬構造物は回収されず、大西洋に落下した。5つの模擬質量を含む第1ステージは回収され、 フライトレコーダーと再利用できる装置が回収された。第一ステージ RSIX の固体ロケットモーターやセンビスカートはスペースシャトルから直接引き継がれた。モーターはユタ州プロモントリーのアッテックランチサービスによって製造され、新しい全部の構造はインディアナ州インディアナポリスのメジャーツールマニュファクチャーで第一ステージの部品は アラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センターで製造された。模擬上段ステージ模擬上段ステージはクリーブランドのグレン研究センターで NASA の職員によって製造された。輸送上の制限のため、高さ2.9メートル、幅5.5メートルの11個の鉄製の部品として製造された。形や質量、重心はアレスアイの中央ステージから。 サービスモジュールの頂上までを模擬したものである。液体水素と液体酸素のタンクの質量中心は鉄製のバラストを使って模擬された。模擬上段ステージには温度計、振動計、熱センサー、音響センサー等が取り付けられ、ミッションの目的に必要な基礎データが集められた。また、飛行をコントロールするフォールトトレラントアナーシャルナビユニットも備えられ、 安定性のためにバラストの下に置かれた。地上の管制員は乗組員のハッチを通じて太いにアクセスすることができ、そこには回転制御システムも格納されている。模擬上段ステージのそれぞれの構成部分には橋ごと環状のプラットフォームがついていてセンサーやケーブルにアクセスできる。また、これらは乗組員がケネディ宇宙センター第39発射施設から アレス IX の上段に上るためにも用いられる。回転制御システム試験機は、前進の際に軸を中心に回転する傾向があるため、必要である。アレス IX の回転制御システムは、もともと、ピースキーパーに用いられていたエンジンを搭載する二つのモジュールで構成されている。主に次の二つの機能を持つ。回転制御システムのモジュールは、 模擬上段ステージの両外側に取り付けられ、モノミチルヒドラジンと4酸化に窒素の自然発火性の推進剤を用いている。それぞれ2つずつのノズルは回転トルクを制御するために機体に沿って回転軸に直角に噴射する。推進剤はケネディ宇宙センターでモジュールに充填され、スペースシャトル組立て棟で模擬上段ステージに取り付けられる。 回転制御システムのモジュールはアラバマ州ハンツビルのテレダインによって設計、製造された。エンジンは2007年と2008年にホワイトサンズミサイル実験場でアレス IX の飛行に必要なパルス上のデューティー比を実現できるかを確認する試験が行われた。アレス IX 試験機の長部は接続されたオリオン居住モジュールと疑似緊急時脱出装置で 実際のアレスアイの構造と空気力学的特徴を模したものであった。実物体の居住モジュールは直径約5メートル、高さ2.1メートルで、緊急時脱出装置は14メートルの長さだった。アレスアイ x の飛行データは機体の至るところに取り付けられたセンサによって収集された。居住モジュールと疑似緊急時脱出装置の中にも、 約150個ものセンサーが取り付けられ、熱、空気力学、音響、振動、データは無線によって地上に伝送され、また、第一ステージの記録装置にも記録された。居住モジュールと疑似緊急時脱出装置のセンサーによって収集された。空気力学データは、機体の加速と向かい角を測定する基礎となった。ロケットの先端が大気を、どのようにスライスするかは、 機体全体の周り空気の流れを決定するため重要である。上昇段階を終えると、居住モジュールと疑似緊急時脱出装置は模擬上段ステージとともに海に投棄された。疑似緊急時脱出装置はバージニア州にあるラングレイ研究所の政府開発チームによって設計、製造された。C-5 輸送機によってケネディ宇宙センターに輸送され、 スペースシャトル組み立て棟で最後の部品としてロケットに取り付けられた。航空電子機器 RSIX の航空電子機器にはアトラス部員の発展型使い捨てロケットから取られたものが用いられた。この機器はフォールトトレラントアナーシャルナビユニットとリダンデントレートジャイロユニッツを備えておりケーブルで繋がれていた。第1ステージは主に現存のスペースシャトルシステムのハードウェアを 踏襲した機器によって制御され、新しく作られたアセントスラストベクターコントローラーが、コンピュータから個体ロケットブースターのスラスターのベクトルコントロールシステムへの命令が翻訳された。エイティビックは、この飛行のために新しく作られた唯一の機器であり、その他の機器はすべて商用、オフ・ザ・シェルフによって採用されたものであった。アレスアイエックスは、個の熱、加速、 音響、振動センサーでミッションに必要なデータを収集した。このデータのいくつかはリアルタイムで伝送され、残りは第1ステージの第5セグメントに備えられた装置に記録された。ミッションコントロールセンター、通信ユニットなど、航空電子機器の地上設置部分は第39バイト発射施設のモバイルランチャー、プラットフォームに設置された。GC3 は、 飛行コントロールシステムを地上のコンピュータを連動させることができた。飛行試験機は自動で飛行し、模擬上段ステージのカブバラストの下に設置された、不登入によって制御された。航空電子機器はジェイコブズエンジニアリングの下請けとして、コロラド州デンバーのロッキード・マーティンによって開発され、マーシャル宇宙飛行センターによって運用された。靴箱程度の大きさの三つのパッケージが第一。 ステージが以後セグメントに設置されて宇宙に運ばれた。2009年10月28日15時30分、アトクのアレス IX の打ち上げアレス IX は、サターン I の最初の打ち上げから、ちょうど48年後の記念日である2009年10月27日に、打ち上げを予定されていたが、大気上層の風を含む、気象上の条件、および打ち上げ数分前に、 先端のピトー管からカバーを除去することができなかったこと等から打ち上げを延期された。打ち上げの際に巻雲を通過すると摩擦大電を起こし、自爆指令が届かなくなる懸念があったことから、打ち上げ責任者の江戸ンゴが4分前から何度もカウントダウンをやり直した末に延期を決断した。4時間という時間枠の関係と、大気上層の雲が晴れなかったことから、15時20分、 アトックに打ち上げの延期が決まり、翌28日12時アトックから4時間の時間枠の間に再度行われることとなった。メディアを再生する RSIX の打ち上げの様子の動画 RSIX は2009年10月28日15時30分、アトックにケネディ宇宙センター第39発射施設 B から打ち上げられ短時間の試験飛行も成功裏に終わった。 機体の第一ステージはカウントダウン0秒で点火され、模擬上段ステージから切り離されて、打ち上げ場から約 240km の大西洋にパラシュートで落下した。ロケットの最高高度はすぐには測定できなかったが、45km と推定されている。この打ち上げによって予定されていたすべての試験が完了し、ケネデ宇宙飛行センターからの打ち上げについての多くの 教訓が得られた。スラスタの振動を打ち上げ前から、NASA の科学者やアレス計画を批判する者から、スラスタの振動が宇宙飛行士の安全を脅かすほど激しくなるとの懸念が出されていた。NASA はアレス I の個体ロケットブースターが上昇中の最初の数分間に大きな振動を起こしうることを認めた。NASA はこの問題は深刻なものであるとし、 5段階の危険尺度の4段階目に当たることを認めた。NASA 職員は2007年秋にはこの問題について認識しており、記者発表で2008年3月までには解決を期待していると述べている。NASA によるとデータの分析により、スラスタの振動はスペースシャトルの飛行の通常の範囲であることを示している。 パッドの損傷をアレス IX の打ち上げの約2時間後に、第39バイト発射施設に入った職員は、スペースシャトルの旧式の酸化装置から漏れ出た4酸化、2窒素が小さな雲になっているのを目撃したと報告した。また翌29日8時40分には、ヒドラジンが漏れているのが発見された。両老室は、怪我人等がなく修理された。 打ち上げ直後に行われたパッド回避操作によって、打ち上げパッドは通常のスペースシャトルの打ち上げに比べてロケットからかなり多くの排気を受けた。受けた損傷は両エレベーターが運行不能になり、打ち上げパッドとコントロールセンターの間のすべての通信線が破断し、屋外に置かれたすべてのメガホンが溶けるなど相当なものと報告された。機体の側の面は非常な高温にさらされ、 蝶脈外等は焦げているようであった。パラシュートの故障当初の記者発表では、第一ステージのパラシュートが故障したとされたが、当時、NASA はいまだパラシュートが予定通り作動したか否かについては公式にコメントしていなかった。発表によると、パイロット用と原則用のパラシュートは通常に機能したとされる。メインの3つのパラシュートのうち2つは通常に展開されて、 部分的に膨らんだが、残りの一つは流され、開かなかったと発表された。流されたパラシュートが二つのうち一つの傘が開くのを、部分的に妨害したと信じられている。NASA によると、部分的なパラシュートの展開の失敗は、アレス・アイの開発の元となった、スペースシャトルの個体ロケットブースターでは珍しく、なかった。スペースシャトルの個体ロケットブースターではこれまで11回の、 パラシュートの失敗があり、直近では STS-128 でも起こった。第1ステージの損傷第1ステージ下部の大きな損傷スペースシャトルの個体ロケットブースターでも、そうだったように RSIX の第1ステージは直立のまま打ち上げられたが、修理のためのダイバーは下部の一部が歪んでいたと記している。また、報告書は作動装置のケースやブラケットに、 明らかな亀裂があったと記している。NASA のメモによると NASA の技術者は3つのパラシュートのうち1つが開かなかったため予定よりも速い速度で第1ステージが着陸した時に機体の下部が曲がったと考えている。ブラケットになぜ亀裂が入ったかは明らかではなく NASA はこの損傷については何もコメントしていない。模擬上段ステージの水平旋回模擬上段ステージは もともと回収することは想定しておらず、大西洋に落下した。模擬上段ステージは、切り離し直後に、半時計回りに水平旋回し始めた。当初は、模擬上段ステージが第一ステージとぶつかったことが、心配されたが、分析の結果、接触はなく、旋回は、飛行前のシミュレーションで起こりうる、可能性のある挙動の一つとして予測されていたことが、分かった。 模擬上段ステージは、アレスアイの上段ステージの特徴を正確に模倣したものではなく、上段ステージの独立した振る舞いを試験することを意図していなかった。上段ステージには電源がなく、また実際の上段ステージよりも低い高度で切り離されたことが回転の原因になったと考えられている。ダーゲンを見守るミッションマネージャー、ありがとうございます。